枠が取れたよ。よし。キャンプと聞いて。キャンプじゃないんですよね。お願いします。352288。よし。もうすぐですね。あと5。ってコメントいかねえ。これでよし。スタート。おはようございます。自動無料延長オン。傾いてるな。これヘルメットかぶってるの、かぶり方自体が傾いてるんだな。よし、じゃあ行きましょうかね。今日は長野県に来ています。おはようございます。おはようございます。よし、今サークル系で買い出ししたとこです。今日は途中店多分ないと思うんで。見えるかな、ちょっと上すぎるかなカメラ。いや、こんなもんか。新宿の青山。青山、そうそう、この佐久平の新幹線の駅の近くなんですけどね。新幹線駅と小海線の駅の交差するところ。見事に車社会的都会になってますね。イオンモールと、洋服の青山と、あと、あ、今オンにしました、ありがとうございます。とガストがあって、あと何があったかな。まあ多分この先走れば見えると思います。で、本日の装備、キャンプではないです。今日は峠越えた向こうに女神湖っていうところにユースホステルあるんで、そこに泊まる予定です。ひとらめ、まあ住んでる人を通してはその方が便利なんでしょうけどね。でもなんか旅行的に毎回同じのに出くわすとちょっと残念な気持ちにもなりますね。あ、そうそう、九州大雨でしたよね。あ、そうそう、今日のスタンドつけてきましたっていうか外し忘れてきました。自炊を今日やってみようと思います。ご当地ラーメンのなんか生麺買ってきたんで。今朝は4時半です。4時過ぎ。おはようございます。雨がですね、今日は後からじゃないよ、朝から晴れてるはずだったんじゃないのかな。おかしいな、なんかちょっとあちこち不穏な雲があるんですよ。まあ一応防水雨対策は全部持ってきたんで、まあ配信機材なりのなり全部しまい込めば完璧な雨対策は可能です。まあでも雨対策して峠登るっていうのはちょっと勘弁してほしいですけどね。今日はあ、そうそう、花屋の北村もありますよ。なんだっけ、あ、レンズが引っ込まない。今何か言おうと思ったんだけど、で、あ、テントは持ってきてないです。今日はユースホステル泊まり。あ、青山で。でもなんか家はできてるみたいですね。うん、今日泊まります。で、そっちが佐久平駅。さてでですね、今後ろに水とお茶をですね、これ中で汗かかないように無理やりキャリアの上に縛り付けるというか、いや、今朝来ました。ユースってだんだん錆びれてないですか。ユース、まあそれももう10年来の傾向ですね。よし、で、あっちの方に何があるんだっけ。ちょっと予定ルートとは違うけど、その車社会批判ではないんですけど、どんな感じの街になってるか。前来た時、10年前は多分こういうのは全部なかったと思う。縛ってるというか適当に固定してるので、固定もできてないんですけどね。だから走ってるしガタガタして落ちてしまわないかちょっと様子見しながら走ってます。スーパーモールか。スーパーモールと向こうの方にイオンモールがあります。
9時からなんですよね。だから今空いたのか。まあでも先に買い出し済ましときたかったので、サークル系で適当に買ってきました。おはようございます。あれはセブンかもありますね。よし、まあこんなもんでいいか。こっちの方はじゃあ本来のあの太い道をできるだけ避けるルートに行きます。ん、中山道。あ、なんかこれ違和感あると思ったら、そうだ、輪行するときフロントサスをロックしてたんだ。いや、それでもちょっと動くな。よし、これでサスペンションが効くようになった。住むにはそうですね。ここに住んでる人たちはえらく便利になってるはずですね。立て品、ですね、私はこれから登ろうとしている道の方はかなりあの頭の中で美化されてるんですよ。信州そばはいや、リンコの時ですね、なぜロックアウトしてるかっていうと、このロックアウト機構のレバーがですね、本体ひっくり返して地面に置いたりするときにあの当たって削れちゃうんですよ。だからロックしたいからじゃなくて、ロックレバーが削れないように倒してるだけなんです。ロック機構特に使ったことない、走ってるときに。で、そうです。おはようございます。どの道だっけ。誰かと思えばロボか。私です。残念ながら私です。西松屋、赤ちゃん用品店ですかね。あれは天気がちょっとあちこち黒いんですよね。振られないように願ってます。西松屋で、あ、いいですね。雲がちょっとかかってんのが、でも晴れるはず。予報ではずっと晴れなんだから、晴れないとおかしい。ハドンさん、今日はさすがに自転車なんで変えた、あのマウンテンバイクにですか。おー、この道だ。やっぱり私は前サスペンションがあった方がいろいろと快適だろうと思ったので。あー、いい道ですね。いいな。でも車来るな。またこんなとこ車通らないかと思ったら何台か通りますね。裏道なのかな。で、この稲の匂いが長野っぽい。どうも、うん、ございます。また車来た。今日は標高差は1500近く登ります。なので、まあ昼までには着かんな。2時とか3時とかに着くんじゃないかな、峠に。ん、あ、稲が育てると思います。車うざいわ。車うざい。そこまで私は心狭くないよ。あの、なんて、前、今日一人です。前から昔行ってて、最近行ってないけど、私は路上の紳士としてですね、あの車がちょっとブレ働いても仕方がないなという目で見てやるくらいの上から目線で、あの、のつもりでいます。心持ちでいます。でも路上っていうと響き悪いんですよね。久々に言いましたからね。路上の、その上から目線で紳士ぶる感じでいきたいと思います。あれ、つぐみかな。おお。南プロヴァンス、ヴァンス。あ、そうだ、GoPro ちゃんと撮れてるかな。おはようございます。信州です。信濃の、この辺り信濃っていうところにな、よし、撮れてる。そう、自転車うざいっていう人も心狭いですよ。信州たれ。信州たれよ。タイヤ26インチです。クロスバイクの700とかロードバイクの 700C だと、あのハンドル深く切るとつま先当たるのがちょっと嫌で。信じたれ、あれは、なんだっけ、貴族のなんか義務的ななんとかですよね。寒いんですか。今はですね、まあムシムシするけど暑くはないぐらい。畜生
であってもよくってよ。よくってよ。ここからちょっとぐにゃっとしますね。人種という名の。名の。お。ん？あれは学生ヘルメットか。9500万かすごいな。そうそう、保険、あのやっぱり私が入ってるチームキープレフトはおはようございますの保険は、あの賠償の方は重いんですね。で、あのなんていうか、自分が入院した時とかはそんなに手厚くないみたいです。まあでもやっぱり賠償だよな。37度。フォーマー、この辺りはいいと思います。ただ今日は峠の辺りは全然ないです。今日はじゃない、今日もか、どこまであるんだったかな。途中のですね、蓼科スカイラインっていう道通っていくんですけど、それの半分も行かないぐらいで切れるんじゃなかったかな。そう、土日は暑いらしいので、それをきっかけにこの高いところに来ようと思って。暑いですか。こっちでまだいいよな。暑くはないです。ただムシムシしてます。新幹線で来ました。最寄り駅を5時に乗車して、蓼科ベストあるんですか。ありそうですね、あのあたり。テントでの宿はしないのですか。うん、今回テント持ってきてないです。まあテントでもよかったかな、気候的に。おはようございます。風強くないですか。あの橋か。いや、風は今のところ大してないですね。お、ぶどうか、あれ。なかなか古くていい感じの橋。キノコ、タケノコ、そんな危険な言名はしないね。そんなの論争っていうかな、あの政治の党派、政治のどの党に組みするかみたいな話と同じように、キノコタケノコ論争に首突っ込むのは超危険ですからね。あれビーチクルーズだかな今の。あ、ハッピードリンク。キャンプ場以外は、まああの道の駅ぐらいでしかやったことないです。あ、おはようございます。そう、新幹線で佐久平駅まで来ました。10年前にこっち来た時には逆方向で、蓼科から大柄峠越えて、で佐久平まで来てから、あ、今のあれ少し場か、もしかして前はあの佐久平駅から帰ったんですよ、輪行して。来るずかいらっしゃいませって嘘つけ。西の駅で、まあ問題ゼロじゃないんですけど、あの民家のすぐ近くに知らない人が覗きたりするよりは、あの迷惑かけにくいと思っていつも道の駅選んでます。熱中症に、水分は今2リットル近くあります。つまり2キロぐらい積んでます。なんというすれ違い。今日は一人です。おはようございます。あの大原峠には双子山ってどこでしたっけ。多分予定ルートだと通らないとこですよね。初見のどかですね。あ、初見さんいらっしゃいませ。もう上りなの。今のは少しだけ上りでした。まだまだこれからです。そう、私はのどかなとこしか走りたくない。まあそうもいかんけど、飯はですね、なんか最近この辺りで開発されたらしいご当地ラーメンの、安養寺ラーメンだったっけ。安心の安に養老の滝のように、あのお寺のラーメンっていうやつの生麺をさっきあの駅のお土産屋さんで売ってたんで、ん、今日の山頂はまあ2時3時かなと思ってます。どうせそのぐらいかかりますよ。
私のことだから。そう、自炊するための材料と道具買ってきました。あ、道具は持ってきましたか。あ、まだコンビニあるな。明日で人生終わるとしたら最後にどこ走りますか。最後か。日はどうするの。いや、そういう選び方だったらもしかしたら今日のルート選んだかもしれないです。日はガスバーナー持ってきてます。ご家庭用ガスボンベ使って調理できるやつ。私のダンシングはなんか特殊段だと思います。おそらくフロントサスペンションが前提のダンシングで、長崎といったらツールドチャンポに誘われてるんですよね、大学の時の先輩から。すいません、ちょっと今日喉づくろいが、午前中だけだといいけどな、ちょっと喉が絡みますね。何でもツールドになるな。できればツールド冷やし中華も作っていかやく。冷やし中華、冷えるのどうなんだろう。ガス欠ってハンガーノックかな。一応ですね、その調理するやつと他に一本満足っていうチョコレートバー1個買ってきました。まあ、あとは峠登る場合は本当に最悪の状態になったとしても、あとは引き返して下れば体力使わずに戻れますからね。折りたたみ自転車、いや車種はあんまりそんなに決定的なファクターじゃないと思うんですよ。ファクターで、これから登る方向がえらく曇ってます。これから晴れるんだよな、あれ。ファクター。もうちょっとまっすぐ行ってからちょっと変な道になるな。今の静か雷とか怖いですね。雷、そうですね、この辺り来た時に雷に何度か襲われた覚えが。の技の名前、あ、なんかの技か。ないのですよね。赤い人でしたっけ。あゆ、パンクは何度もあります。ただ放送中でパンクしたのは、最後にパンクしたのはもう2年ぐらい前じゃないですかね。喉に、あ、またなんか悪意のある URL か。マザーファクター、マザーファクター、あ、青い人か、あれ。そうでしたっけ。あ、青い人じゃないか、人自体青くないんだ、あれ。あー、もったいない、下る。この後また登り返さなきゃいけない。ランバラル、そうそう、ランバラルさんですね。ムシムシするのはですね、気温は高くないのにムシムシだけします。だから登り始めたらかなり汗かくと思う。カゴはないけど荷台はあります。どこの駅から出発したの。駅は佐久平駅です。今こんな感じ。このリアキャリアはもう10年以上使ってるやつです。これがくっつけられるように自転車を改造するのがめんどくさかったですね。まあ、改造ってほどじゃないんですけど、ネジとかワッシャーとかいっぱい使ってなんとかワンタッチで装着できるようにしました。どうにかこうにか。スムーズ、スムーズ。そういや、キャットアイのやつ前のと比べて明るいの。これはやっぱ明るいのと、あと照射範囲がいいですね。対向車に関して、対向車に対してその、眩しくならないような、眩しくならないように照射し合わせ。この上は上以上は光らなくなってて、で四角くちょっと横幅があるんですよ。悪意のあるやつか、悪意か。地元、そう、このライト最近売れまくってるらしいです。キャットアイの LED は最初ひどかったんですけどね、
そう、キャットアイがちゃん LED のあの高輝度のやつを使うようになってやっとまともになったと思います。昔は暗かったよね、キャットアイ。そうそう、キャットアイの最初の LED 買った時ひどかったですよ、本当に。ハロゲンライトの何分の1ぐらいかな、あれ。キャッツアイ、1年の走行距離どのくらいですか？1年走行距離、今年に入ってから相当少ないな。1000キロ走ってないんじゃないか、半年で。もしかしたら1日5、60キロ走るのを土日に何回かやってて、1000キロ行ってるかな、行ってるかな。セブンコーヒー、セブンイレブンを狙ってください。セブンイレブン長野といいですよね。だからもう途中からキャットライのキャットライキャットキャットアイのライトはあのアウトオブガン中だったんですけど、最近調べてみたらすごいですね。追いついてますね、ちゃんと。和骨です。おはようスタートですね。おはようございます。そう、朝早起きできないと遠くに来る気が起きない。まあ、遠くに来なきゃいけないわけじゃないんですけど。長野行ってみたい。おやき食べたい。おやきは、あ、そうそう、あのオーライト盗まれたからなんですよ、そもそも買い替えたのは。中山駅前で少し止めてたら、あのライトの固定してるベルクロを切断して持ってかれてました。あとご丁寧にあのリアの方も持ってかれてました。旅行、あ、ありがとうございます。私 の、 あの思う壺ですね、思うポットですね。で、立品は今なんて、これで防波意識高くなるね。防波意識ちょっと高くなりました。でも本当にあんな中古のライト持ってて売れるわけはないと思うんだけどな。個人的なコレクションなんですかね。自転車ってパーツ盗難とか怖いな。パスの私は初めてでしたよ。楽しそうだけど、自分で走るとそんなに楽しくいかな。楽しく、あれそうですかね。あとはなんか私が放送向けに楽しそうにしようとしてるっていうのはあるかもしれないけど。川の水少ないな。まあでもこの間青森の1週間ツーリングやった時に、去年か、放送せずに1日走った日、すごい雨の日があったんですけど、余計楽しかったな。放送してないと本当にあのいろいろ楽で、景色は晴れてればもっといいんでしょうけどね。道間違えてないよな。カメラはどこに取り付けてるの？カメラヘルメットの上です。本気で、そうかもしれない。あ、そうか、あの日は GoPro 落とした日の、それは確か前の日の方かな。そうそう、言ってました。はい、日焼け止め塗ってます。お、この音はエリカ。緑の絨毯に飛び込みたい。ロボさんに九州の島々にも遊びに来てほしい。九州、私は地元の近くの、あの筑前、筑前大島ってとこに 2,3 回行きましたけど、あそこなかなかいいですよ。あと今年はあの愛の島っていうところに、40年近くぶりに行ったのかな、30何年ぶりか。もうなんか記憶がはっきりしない子供の頃のに行った地元のあの沖合の島があるんですけど、愛の島っていうところが、その子供の頃の記憶として覚えてた、なんか港町みたいなところで、あの路面が石畳で、そこで漁師のおばちゃんみたいな人から何かを私がもらうというのを記憶してたんですけど、どこにもそんな場所ありませんでした。軍艦島は、あ、軍艦島行ったことないです。あの能登半島の方の軍艦島、あの形が似てる方の軍艦島は行ったことありますけど、あれなんて名前だったっけ、正式には。軍艦っぽいあの島は、なんかあの船のへさきみたいな形した岩があるんですよ。それはなくなったのか、記憶が
が時間で歪められたのか。記憶がですね、多分フィクションという、混じってるんだと思います。多分なんかそのおとぎ話的なやつと混じって、橋島プレミアム一人、そんな名前でしたっけ。橋島です、正式名称。橋島、そんな名前でしたっけ、あれ。そうそう、記憶が本当当てにならんなと思いました。子供の頃とは見える世界違うからね。そう、子供の頃と道幅がなんか現場の3倍ぐらいの記憶してましたね。あんな広い道どこにもない、あの島には。旅ができるほど仕事に余裕がないわ、俺は。仕事に。今日は臨港なの？今日臨港です。まあ今日も。軍艦島のスタジオは良かった。ああ、なんか軍艦島ってあれ炭鉱でしたっけ？油田でしたっけ？の方の軍艦島の方は、なんかストリートビュー作られたみたいですね。あれが長崎の方だったっけ。私がさっき言ってた、橋間って言ってましたっけ。ストリートビュー作ったらしいです。今日メリダです。でも臨港の時はやっぱ重たいんで、これキャンプ装備の時はクロスバイクにしたいなとかちょっと思ったりもします。これ国道か。青いですね。稲の匂いがします。それは重量的な面で、重量的な、そうです。使い分ければいい。やっぱ全然違いますね。 2,3 キロ違うんじゃないかな。メリダ持ってたんだ。メリダは買ったのが 1,2 ヶ月前ですね。これで走るのはまだ3回目か4回目ぐらいです。本当にこのとこ走ってないから。ビーナスラインとか行くわけですか。ビーナスラインは行くとしたら明日ですけど、どうしようかな。どうぞ。マウンテンバイクです、今時。この前まではクロスバイク乗ってたんですけど、フロントサスキのマウンテンバイクに10年間乗ってたんで、クロスバイクに1年乗って、まず前のマウンテンバイクがフレームにクラック入って使えなくなって、ディスクブレーキ、まあまあかな。扱いっていうのはリンコの時のパッキングの話なんですけどね。泊まり駅は女神湖っていう蓼科の あの辺りの高原の中にある人工湖のほとりです。何歳ですか。何歳、確か42ぐらいだったと思います。私は自転車乗りたいけどパンクが怖くてできません。パンクはですね、楽しもうと思えば楽しめます。放送してたらネタとして消化できますね。寝袋は持参じゃないです。今日はだけどどうですか。あ、そうそう、ディスク板がですね、輪行の時にこれ気になるんですよ。飛行機輪行でこのディスクブレーキの元気だな。なんだっけ、ブレードローターこの板のところ、これ簡単に横からの力で曲がっちゃいますよね。飛行機輪行の時どうしたらいいんだろう。硬いでしょ。あ、硬いんですかこれ。でもこんなになんか軽量化のために細くなってる穴ばっかり焼いてるやつだから。この元気はどこから来るんですか。この元気ですか。他に何も趣味持ってないからかな。自転車楽しそうだな。で、私はこの趣味やって走ってる時も楽しいんですけど、今これ頭の上にビデオカメラつけて録画してて、そう、青春化するから全くです。電車もあるでしょ。そうそうそう、戦車はまあまあ、朝日のプレスポかな、プレシジョンスポーツ、セブンイレブンだ。人生について考えたくないからだよ。人生に、それもあるな。壊れたことはありますか。飛行機でですね、マウンテンバイクで、後ろの変速機のシフトの段数がずれたことがあったような気がするけど、それも1回だけですね。で、何でしたっけ。ダメだ、今聞いて頭に蓄えたんだけども忘れた。長野まではですね、佐久平までは最寄り駅を5時に出て7時40 42分に着いたから2時間42分。ただし途中乗り換え待ちが30分近くあったから、ベストの乗り換えタイミングだったら
2時間ちょいですかね。気がつきました。すみません。本当に消えるんです。中央線あ、あ、こっちじゃない。いや、中央線の方じゃなくて、戦車。どうしようかな、これ。できるか。しにくいな。戻るか。イナゴ。イナゴは佃煮ですよね。これは水田の、水路ですね。長野の静止、ですね、さっき佐久平駅の駅構内で、こっちはまあ、気温は涼しいんだけど、湿気がすごいです。降られますね。って、私か、今の。なんとかで待ってるっていうアニメが確か、グローブはどうだろう、1年ぐらいで買い替えてるかな。いつも穴が開いたりしてダメになって買い替えるんですよね。いや1年以上は多分持ってると思う。あの夏でしたっけ。配信が終了しました。うお、いきなりか。あ、いきなりかじゃないや、あれだ、延長失敗詐欺だ。よし、忘れてたな。これはまだ続いてる。延長失敗詐欺です。カエルの声だ。延長失敗詐欺です。お待ちください。お待ちください。腰が抜けた。ん？わらわら。何があるだろうこれ。延長失敗だ。いつものやつです。ん？あーちょっと。もうちょっと遅い時間に延長した方が良いかも。かか遅い時間？少しかかりそうです。再接続。配信が終了しました。よっと、 FM リモテンキ通してツール更新するのが、環境を作り直すのがめんどくさくてやってないんですよね。配信ツールを新しいのにすれば解決する可能性が高いんですが、そうだったか。ロボさん延長失敗に気づいているかな。おつちょいちょい。気づいてます。よし、これでどうでしょうか。もう一遍自動延長をオンにし直して、よし、これでいいですね。お待たせしました。久々だったんで忘れてました。よし、じゃあ続きいきます。田んぼの方で今カエルが鳴いてました。クコココって鳴くやつです。クコココって、あれ？ん？あれ？トムト？あれ、また止まった。止まってます。ありゃ、なんでだ。ん？ああ、電波かな。これは電波。電波進みます。よっと。トン
ます。うん、先行きます。進む。アンテナを伸ばそう。了解です。しかし延長失敗作業と同時に起きるなんて、めんどくさいですね。生活センター。イリジウム D。D。いや、火の心って、火の用心か、あれ。あ、この辺り前撮ったとこかな、もしかして。いや違うな、ここじゃないというのと、インマルサットは1分1000円かかる、わら。もうちょっと左か。僕には見えない放送か。あれ、なんか繋がらないですね。お、うお、いきなりか。ちょっと上に行って見晴らしができたらもう一遍確認しようかな。あ、本当だ。あ、こんにちは。おはようございます。関東暑すぎはロタ。関東は暑すぎみたいなんでこっち来ました。お、長野涼しそうで羨ましい。まだそんな涼しくないですね。もう止まってるのか、わら。早いな、止まるのは。あ、違う、この道でもない。もう一個右か。今の左のあの道か。ちょっと確認します。再接続で直るかもしれない。再接続してみますと。再接続してみます。転んだか。よ、電波良かったのに。急に悪くなったような。これで転送速度は100。あ、上がった。あ、なんか快調になりましたね。一瞬落ちたけど、あ、待って、大丈夫か、大丈夫か。うん、大丈夫っぽいですね。何だったんだろう今の。あの、転送速度がゼロじゃなかったんで、独り言。いや、あ、まあ動画に対しては喋ってることありますけど、YouTube アップ用の動画に向けて。よし、で、この辺りですね、予定ルート引いたところがなかなか見つからなくて、リロード。今一本間違えて二本目間違えそうになって戻りました。どうやら正解はこれっぽい。マジかこれ。あれ？アラーム聞かなかった。うん。本当にこれか。ちょっと信じがたいぐらいの道ですね。自転車道路か。自転車道路かな。あぜ道。すごい、なんかひびが。
ひびが。あ、でもやっぱこの道だ。農道にしか見えない。おかしいな、この辺りですね。予定ルート引いた時の地図の道がこの道しか載ってない。よくこんなルート選択するな。そっちの方の道がなぜか載ってない。まあいいや、こっちの道面白そうだから。よっと。立ちこぎ。この道はロードバイク煙だったね。ロードバイクだと厳しそうかな。まあゆっくり下る分にはロードバイクでも問題ないと思いますけど、まあ上りも大丈夫かな。そして遭難。何号線？これ何号線ですかね。番号多分ついてないと思う。まあある意味いい道ですね。ロボさん、おはようございます。あ、おはようございます。私どうです。私どうっぽいですね。なんでこれだけ地図載ってるの、この辺り。あ、よっと。向こうから車が来たる予感。車はトラクターとか来そうですね。あ、軽トラも、うん。声だめに気をつけて。声だめってそういや今時あるんですかね、声だめ。上りはどっちにしたって。うわ、今日はご当地ラーメンの生麺を買ってきたので、どっかで茹でて、でコンビニで買ってきた味玉を乗せて食います。うわ、もっとすごいことになってきた。本当かこれ。おお、わらわら、なかなか、どこへ続いてるんだ、わら。なんかどんどん怪しくなってきましたね。なんかこの感じはとてもどっかに抜けられるように見えない。でも道は地図には載ってる。この辺りが一番勾配きついのか。よし、おっと、ちょっとあの甲府の駅の北側にある多良川峠に似てる。うわ、滑る。一つ。いいやつ。Google Earth で見てみよう。トムと、Google Earth。Bluetooth では繋がってるから大丈夫でしょう。もうといったところでトムと、途中に避難があったりする。わら。復活してないですかね。浅間山か、でかいな。あ、大手のあれか、振り返った時か。かつてないですね。おお、なんか綺麗。あれなかなか近くじゃ見られないからな。うわ、ちょっと。もう少しで、もうちょい太い道に出るはず。なんか最初から、ちょっと集落の果てかな。太い道出てからもう一遍放送状況をチェックします。あれか、道は
あれなんか、あれ橋が作り直してあるのか。作ってる途中だ。もう一遍チェック。あっちこれで140、あ、また上がってきた。あれ、また復活してきた。よくわかんないですね。 FML をつなぎ直すと復活したりする。来ました。来ましたかね。来た。なんかパソコンから声したと思ったら、おー、で、そこになんか作りかけの橋と道があります。あれまだ開通してないですね。で、この先の道の見ると、この細い道であっちの道に、上の方の道で合流してたのが、そこの橋プラス急坂で合流するように作り変えてるみたいですね。と、これで新しく道作る必要性あるのか。こっち作ってるってことは、これから行こうとしてるところになんか問題があるってことですよね。よいしょ。ってことは、今の道もさらに今後使われるようになるのかな。で、これ昨日の雨のせいか、えらく路面がぬかるんでて、急坂だと後輪が滑ります。問題をこれから見に行きます。あれ、合流は1本目ここで合流するのか。この先に何かが、上り手にぬかるんでると急坂はほんと滑ります。トレッド、いや、もうトレッドというほどのトレッドないんで、これスリップタイヤなんで、僕どんなんだっけ。スマホ配信はやめたんですね。スマホ配信は画質がいまいちなんで、長期ツーリングの時に電池節約用に使うかもしれません。ですね、ずいぶん違いましたよね。あんなに違うとは。私が使っているXperia Rey っていうやつのマシンパワーが足りないせいなのか、 Android 配信でのエンコード品質はあのぐらいのものなのか。まあ、夏場のツーリングで、一日おきのキャンプで、キャンプして翌日のバッテリーがまだ残ってないときに、あ、カクカクか。設定をそうすればいいのかな。まだ勾配が上がるのか。本当で結構いいですね。おはようございます。さっきの下の方の道の様子からは想像できない感じだな。さっきよりだいぶマシになった路面は。おはようございます。改修工事やってるってことは継続的に使われてはいるんでしょうけどね。
この夏休みの世界は、この間どっか、それのモデルになったところを走ったような、腰も打ちやすいんですけど、上がっていけば気温は下がると思います。本当ですか？うん、ふう、はあ、これからまたつづら折りだ。落雷なんて当たらないし、当たったら運が悪かったぜ。当たらなければなんとかっていう、まだまだ、あれガンダムだっけ。今日はピークの標高が2000オーバーぐらいで、今まで800弱です。どうと言ってのは、それも赤い人が誰かでしたっけ。マジかよ。雷落ちてきたら自転車で切って、雷切って名付けよう。ん、切って。今日は37度になりそうですか。37度。雷鳴ったら関東の方ですかね。避難する場所多分ないと思います。今日の林道は、林道じゃないか、立石のスカイライン、前こっち通った時には、あの一本、西側か、西側の鹿曲がり川林道と書いて角曲がり林道ってとこ通ったんですけど、そこがなんかもう何年か前からずっと通行止めのままらしいです。喋るのがきつくなってきた。ここはあの木の下なんで、あの乾いてないですね。平石になるので、今どっちで危ないのか危なくないのか。湿度高そうですね。湿度は最初から今日結構高いです。今日一人で、他の旅行の人と話をしたりするんじゃないかな。この先の、あ、これか、太い道合流するのは。熊はいるかな、いるだろうな。でもまあ、月の悪魔だと思うので、月の悪魔なら安心。ということはないな。危ないのか。二車線道路に出た。電波がダメっぽいか。後日用つでに行きたい。大きな木から5メートルくらい離れたところがいい。うん、お昼ご飯はどこで食べるの？お昼ご飯はラーメン。湯沸かしてラーメン食べます。プトプトしてる。ああ、厳しいか。下もそうだが、直下じゃなく周りも危ないそうだよ。うん、ないかな、どうかな。川崎でチュパカブラが撮影されたそうですね。おう、川崎といったら岩手県一関市の近くにも川崎町ってとこありましたね。白川湖はまでは行かないかな。今日はあの女神湖止まりです。これはいい道。うん、道はこれで随分広くなりましたね。車だ。ここから頂上付近まで2車線道路です。あ、ずっと2車線ですか。さっきわざわざ最短のところを通ろうとして変なルートしちゃいましたからね。まあ、こっちが本来の普通通るルートですね。で、この大柄峠の周辺は紅葉の時期は結構観光客多いらしいです。車通らないね。車今1台やっと、あれお墓、
赤、はあ、こんな奥にもあるんだね。これまだ眠気が残ってんな。どうも何号ですか？何号だかです。ここは県道かな。立石のスカイラインです。ここ多分車来たー。わらラグが。いつに寝たの？寝たのは12時前ぐらい。だから4時間ちょい寝てます。あと新幹線で1時間寝てきました。ふと駅はどこにあるんですかね。場所が分かってないです。時間に余裕があれば行くかな？どうかな？じゃあ、自転車配信の神ロボさん。神ロボさん。少しゆっくり行って回復しながら行かにゃ。あと今日時間があるから昼寝しようかな。朝寝。9時出て6時間かけて仮に登ったとしても3時からそこから1時間もあれば女神湖までは十分下れると思うので、あとは心配なのは雨だけかな。おはようございます。おはようございます。アスファルト割れてるな、気をつけて。座るとまあこの辺りまだマシな方ですね。ワーロボさん、一人、プレミアム一人がコミュニティを登録しました。ふう、だいぶ勾配が今緩くなって、あの、休みながら行ってます。立科、この辺りが立科ってエリアだと思うんですけどね。登った先がかな。今日の泊まりは女神湖です。後ろのあれなんだろう。三朝湖付近まで電波なくなるかも。三朝湖、ラグ結構あるね。うん、あと途中一旦電波なくなった後に立科なんだっけ、仙境都市だったっけ、仙人の仙の、この辺りに電波があったはず、で、峠にはまた電波がない。揺れ。電波やばそう。電波どこまであるんだったかちょっと確認するの忘れてきました。半端にあって延長だけがし続けるとまずいんですよね。ずっと枕放送になるから、まだ暑いな。気温はまだ全然涼しくなってきてない。あのサイズの車にしちゃう音がすごいな。坂登り中です。
だいぶ暑くなってきた。体温が、あ、微弱調が弱ってるな。これ微弱調って言って、本当はもうちょっとあそこの目玉模様が綺麗な蝶のはずなんですけどね、はあ、弱ってるせいなのか、ちょっと FM エリーまたチェックしよう。停止して再スタート。ああ、電波やっぱ弱いか。ここは特に弱そう。動かないな。あっ、止まってる、確かく。あールート変えたことは一遍ありますね。徳佐峠登ろうとして変更してホッチ峠にしたことがあります。体調悪くて、はあ、完全に引き返したことは通行止め以外ではないですね、この先どうしようもないかな。この先は電波もうないんだったっけ。本当になんかレ、うわ、大丈夫か、今踏まなかったか。レースみたいなやつは出ないですね。で、言ってるのかな、これ声は。で、ツールドラフランスみたいに、いい場所を走って、美味しいもの食べるっていうのは参加しますね。運転試してみるか。ちょっと風が来てて止まるに良さそうな場所だから、はい、やっぱそうなんですね、あそこは。ダメだな。大フェミリーはやめて、通常配信に
かない。なんで？これはツール再起動かな。エリア途中までチェックしてたな。繋がらない。やっぱ電波ないか。ポータブル Wi-Fi を繋ぎ直してみよう。電波2本だよな。一旦切って、あ、ちょっと、あ、僕が噛んでる。アンテナ表示があった。出た。ない。ないな。どうしようもないのか、これは。半端なところで終わってしまったな。あいつ。あ、でも痛くないようにさせばいいのに。ツイートで、ああ3時未接続になった。ちょっと電波が少しでも入るところまで行かないとツイートもできない。切れるんだったっけ。もっとちゃんとあのエリア地図ちゃんと見とけばよかった。そしたら早くに警告できたのに。お、メメズバラいいな。なんかメメズってミミズのことかな。
どうだ。県外。よいしょ。自分の声はいいな。あ、もったいない。下るのもったいない。あ、そこでまた登ってんな。あ、ちょっと開けたな。しかしせっかくの勢いが。あれ、巻きかな、あそこの青い屋根の下に積んであるのは。いや、建物だ。柵か。石像かな。クリーンステーション。ここはどうかな。あ、ちょっと入った。まずは営業地図を。なんか眠気かな、これは。来てる。今通ってる道はこれか。この辺りだな。もうちょい行ったらあるのかな、これ電波は。今どこだこれ。
おお、足元にも揺れた、びっくりした。ミスタ総合運動公園、周りの道が薄いからよく分からんな、こりゃ。そうか、こっちで見ればいいか。同じ Google マップで。あ、これ県道のこっち側の道通ってるのか、どっちしろないのか。これ通ってて、まだだいぶ行かないとないな。接続。当面電波は届かないようです。枠はお打ちして、お打ちして、30分か1時間後くらいにもう一度つなげられるかもです。アブがアブが、行ったかな、これで。あ、そう、今ここも一応出しとこう、こっちで。枠はもう全然繋がらなくなったな。
この表示が出たの初めて見た。どうしてだこの匂いはかな、虫かな、違うか、近づいてきても全然匂いがしない、強くならない。ミササってさっきコメントにあったのはこの辺りのことか。ミササ湖っていうのが、あ、牛だった、合ってた。そんなに大きなとこでもないな。この辺り一体全部なんとか牛ってブランドとかでやってるわけじゃないんですかね。こっち見てる、結構なんか湿気が少し減ってきた気がする。風が少し気持ちいい。あ、牛いる。よくだ。ああ、ここは緩くてこの辺りはなかなか登ってても、もう気持ちいいです。これは勝負だったっけ、なんだっけ、ログアウトしました。最
接続を開始します。また改めて切れたかな。お、峠の看板まであるのか。ね、録画できてるな。あとまだ18キロ。でもこんな看板は峠に向かう看板とか見たことないな、他の場所でも。この辺りで一番の観光地ってことかな。なんかいろいろあるな。いろいろというかパラパラというか。再接続に成功しました。これも別荘かな。別荘っぽいな。新鮮な卵。あ、野菜あるな。食材として買っていこうかな。今日は包丁を持ってきたし。書いてあるのかな、これ。トマトジャム。ズッキーニ、多分これ輪切りして炒めるだけでも食べられるだろうな、きっと。待てよ、ズッキーニってこれ皮むくんだっけ。大丈夫だよな。色的にはラーメンがあってサラダあるから、こっちしようかな。でこれズッキーニが100円でいいよな、これどう見たって。まだ買ってる人がいない音がした。食
材追加で確保。あ、そうだ、これもツイートできたらやっとこうかな。電波状況は、まだ繋がってる。あ、放送終わったな。サニーレタスかな、違うかな。標高的には1000メートルもないから、あそこの川上村エリアは低いのかな。そうします。14キロもあるのか。本当に峠のすぐ近くなんだ。この匂いは栗の花か。この青臭い感じの、これかな。なんか登りが、なんとかコスモスの里かな。で、あの登りは、あ、分譲中か。別荘地か。
三笹コスモスの里。なんか普通に人が住んでる感じでもないかな。栗の木ばっかりなのこの辺り。ああ、三笹湖って書いてある。三笹湖周辺まで行ったら電波あるエリアなのかなと、さっきコメントで確か書かれてたんで、誰かが。赤い実が鳴ってる。赤い実が。そうか、週末別荘か。土日の関東の天気予報が酷暑だったから、同じこと考えてきてる人いるんだ。私も今日そういう考えでこっち来てます。おお。あれは工事作業者用のプレハブかな。
か、それ流用したら普通の別荘的なものなのか。おお、温泉。こっから何キロ先にあるんだろう、これ。春日温泉、瀬温泉。ああ、全然見えない。鳥が。あ、三笹湖は脇の方の道なのか。あ、ここ今もしかして電波が復活しているエリアなのかな。繋がってるさっきの。お、少し復活してきてる。ここなのかな。もうちょっと先だったら昼ご飯配信で自炊したりするの見せられるんだけど、エリア地図だと、ああ、この辺りだ。もうここか。こっからしばらく行ったらもうすぐ切れるな。ちょっと早いけど、三笹湖畔で昼飯作って食ってから行くかな。朝ごはん食べたのが、新幹線乗ってからだから6時半ぐらいか。から、まあ4時間以上経ってて十分か。よし、じゃあ三笹湖で、あたりで自炊配信してから残り登るか。まだ標高1000ぐらい残ってるな。標高差。昼ご飯食べて昼寝してってもいいかな。あ、これか。近っ。自炊できるとこあるか、これ。あー、人工湖なんだ。あそこに木製ベンチはあるけど、どうだろトイレなのかな。これはもう寄ってきそうだな。まあちょっとだけ草は買ってあるな。さて、アブがどんぐらい来るかな。ちょっと待ってみるか。
ああ、で、この上で昼寝しててもいいか。日があまり照れなければ。これはいけるかな。やるか。カメラ本当は固定したいんですけど、ちょっとまだ自転車の方いろいろ取り出さなきゃいけないんで、それが終わってからこの上に固定します。ちょっと怖いなこれ。まあ大丈夫か。これバランス崩して後ろに倒れたら、下手したら池に。金の樹脂製の滑り止めマット、食材、水。セットでガス、キッチンペーパーと、キッチンペーパーじゃない、なんて言うんだろうこれ、あと調味料、皿はいいかな。あそこでも、ズッキーニ輪切りして入れとくと超えるか。折りたたみ皿と持ち運び用包丁、これで一通り全部出したかな。力出すものはないかな。
Wi-Fi 利用で。水杯浸透枠が取れたよ。やっぱり電波の調子いいな、ここは。位置的にはもうちょいこっちのこの辺りかな。